やってきました。重平寺。こちらね、静岡県浜松市にあります。昔ながらのね、お食事処。定食があったりね、ラーメンがあったり、美味しそうだったんでね、ずっと来たい来たいと思ってて、やっと来れました。この人と。やばい。おヤマエル、おはようございます。ヤマエル、今日キレがないね。ヤマエルなんかサングラスが今日本物目やね。うん、かっこいいよ。ありがとうございます。ヤマエル、いっぱい食べようよ。はい、がっつり食べに行こう。ちょっとキレがないな。面白くない。行こう、行ってみよう。はい、店内入ってきました。店内のね、小上がりのお座敷にお邪魔しました。やっぱ雰囲気あっていいお店だね、ヤマエル。ね、カウンターがあってテーブルがあってね、小上がりのお座敷があって。はい、ヤマエルだよ。置物とヤマエルね。置物とヤマエルメニューあります。お食事物、卵丼、親子丼、天丼、カツ丼、カツ丼上。カツ丼上っていうのはね、とんかつのね、大きめみたい。あとは牛丼、カレー、カツカレー、エビカレー、エビライス、カツライス、唐揚げライス、テキライス、テキライスジョー。テキライスジョーっていうのはね、トンテキの肉が厚いやつだと思います。焼肉ライス、ライス、野菜サラダに目玉焼き、卵焼き、卵スープ、豚汁、魚フライ、イカフライ、コロッケ、唐揚げ、100個、カキフライとあります。あとはね、麺類もあるね。あれ、うどんそばもあるんだ。かけに、煮かけ、たぬき、上煮かけっていうのもあるね。卵とじに月見、南蛮、天ぷら、肉南、鶏南、カレー南蛮、天とじ、親子南蛮とあります。あ、まだある。盛りざるもあるね。あとは中華だね。これはラーメンだね、600円。チャーシュー麺に冷やし中華まであります。おお、いいねいいね。これまさに昔ながらの昭和のお食事所って感じだね。ヤマエル何すんの？僕はね、カツカレー。ヤマエルはカツカレー850円だそうです。僕はね、もうね、決めてきたんですよ。うちから何にしようかなと思ってね。やっぱりね、がっつり行きたいんで、ガンガン行きますよ今日。ほら、カツ丼行きます。カツ丼上ね、肉厚なカツ丼のやつ1200円食べます。あとはね、これこちらね、単品メニューみたいなんで、単品から唐揚げ食べます。唐揚げ単品800円。まだ行きます。麺類も行っちゃいます。中華行っちゃおうかな。ラーメンね、600円。こんな感じで今日はね、ラーメン、唐揚げにね、カツ丼上ね。カツ丼上ね、しかもね、豚汁もついてくるんだって。すごく良くない？そんな感じでやっていきます。はーい、いやもいいねいいね。アップの病は。定休日は木曜日になってますね。営業時間はね、午前11時から2時までになってます。夜もやってます。夜はね、16時から20時までになってます。結構広いんだね。いや、店員さんがいいね。優しくてさ、なんかぬくもりを感じる店員さんだよね。まあ年配の方だけどね。はい、来たよ来たよ。これヤマエルのカツカレー。お、結構カツでかいね。でかいね。レモン型っていうの。キャベツがついて、福神漬けがついて、はい、こんな感じでございます。ヤマエル、いただいちゃってください。いただきます。ヤマエル食べてよ一口。はい、来たよ来たよ。これじゃーん、腸カツ丼。おお、厚切りのカツが乗ってます。こんな感じね。美味しそうなカツ丼。はい、来たよ来たよ。これラーメンも来ました。こちらのね、重平寺さんのね、ラーメンはね、あっさりなんだって。最高だよね。豚汁もついてます。すごい具沢山。美味しそう。はい、まだあるよ。ほら、唐揚げ来ました。これ単品800円。すごい量乗ってるね。すごいでしょこれ。本日のランチはこんな感じでございます。
それではいただきます。とりあえずカツ丼は浮かします。置いといてラーメン食べます。あっさりっていうね、ラーメンスープから。あ、和風だし香るね、和風ラーメン。うん、これうまいわ。うん、昔ながらのね、落ち着く味。さあ、麺いただきます。うまいね。あ、すごく美味しい和風ラーメンって感じだね。うん、あ、昔ながらの品そばですか。いや、美味しいですよ。辛くない？甘い。甘い？あ、そう。あ、そうなんだ。カレーは子供でも食べれる感じ。あ、そうなんだ。じゃあ僕でも食べれますね。食べやすい。ラーメンはね、チャーシューとメンマとネギとかまぼこね、海苔もついてる。チャーシュー結構厚め。あ、これは結構厚めでね、食べ応えあるやつ、やや固めのやつね。うん、あ、やばい、このラーメン癖になりそう。唐揚げいただきます。え、俺好きだ。チキンバー的な、これは。あ、こっちは普通の唐揚げだね。唐揚げめっちゃ柔らかい。ビビった。ヤマエル、唐揚げ1個食べてよ。あ、チキンバーと唐揚げ1個ずつ食べてよ。うん、めちゃくちゃ柔らかいからね。美味しいよ。はい、美味しいっすね。美味しいよ。柔らかいろ。柔らかいっすね。はい、ラーメン完食。ちょっとね、つゆ飲みたいけど、味噌汁とカツ丼と唐揚げとサラダあるんでね、ちょっとね、スープ飲んだらね、お腹パンパンになっちゃうんで、とりあえず置いときます。さあ、食べるか。じゃーん、とりあえず唐揚げ食べよう。めちゃうまい、柔らかくて美味しい唐揚げ。サラダもたっぷりだからさ、あとマカロニサラダもついてます。先にサラダ食べます。レタスもたっぷり、レタスシャキシャキ。キャベツ食べます。ドレッシングはね、ごまドレッシング、最高に美味しいやつ。キャベツの千切り、これあれだね、千切りだね。ご主人さんね、一人でね、料理作ってるけど、昔のあの手作りでね、すごいね、ちゃんとしたお料理を出してくれるお店です。素晴らしいです。さあ、マカロニサラダ食べます。さあ、唐揚げ食べちゃおう。うん、唐揚げもらいます。お、いいね。はい、豚汁飲みます。おお、豚汁うまい。うん、豆腐にね、お揚げにね、肉がたっぷり。さあ、カツ丼じゃ食べますか。もうね、ラーメンと唐揚げで腹いっぱい。やばい、甘える。でも楽勝。いきます。この分厚いとんかつね、こちらがジョーでございます。いただきます。あ、肉柔らか。味が染みててね、昔ながらって感じのね、美味しいカツ丼。本当に肉厚。
噛むとね、豚の脂がね、ジュワーって出てくるね。漬物ついてます。食べます。ほら、玉ねぎもね、味が染みてるの分かるでしょ。ああすごいね、やっぱりさすがにね、カツ丼場、ラーメン、唐揚げすごい量。ヤマエル呼んでよかった。ヤマエルにね、唐揚げちょっと食べてもらったからね、あれなかったらもう今頃ギブアップしてました。さあ豚汁食べます。ああ豚汁もさ、具沢山だからお腹たまります。さあカツ丼ラスト一切れガッと食べます。はい、完食。ごちそうさまでした。ヤマエルやばかったよ。強烈ですね。強烈。あ、でも全部美味しかったな。値段安いしね。だってラーメン600円だよ。結構ね、ラーメン1杯でお腹たまったし、唐揚げ800円でね、すごい量があったね。カツ丼場すごかったね。まあ、肉が柔らかくてね、味が染み込んでて、昔ながらのカツ丼っていう感じで美味しくいただきました。すごくいい店でした。やっぱ人気だもんね。11時に行って提供時間もね、全然早かったね。15分ぐらいか。こんだけの料理をね、お客さんもいたけどね、作ってくれたんで、提供時間もかなり早くて、回転もいいんじゃないかなと思いました。すごくいい店でした。大変良かったです。ということでね、本日は静岡県浜松市にありますね、お食事処十平寺さんからでした。バイバイ。バイバイ。